ジェニファー・ガウドナは、アメリカ合衆国の科学者、生物学者、カリフォルニア大学バークレー校教授、1997年以来、ハワード・ヒューズ医学研究所の研究者である、エマニュエル・シャルパンティエと共に、ゲノム編集技術クリスパー・キャスキューを開発した、2020年、ノーベル科学賞受賞、ワシントン DC 生まれハワイ育ち、小学6年生の時、 DNA 研究の先駆者、ジェームズ・ワトソンの著書、二重ら線をお父親から送られ、生物学の面白さに取り憑かれた。カリフォルニア州のポモナカレッジ大学で科学の学士号を取得。当時、自分の科学に対する能力に疑問を感じて、フランス語専攻に変更することを検討したが、フランス語専攻の先生に科学分野に執着するようにと助言された。大学院は、 驚いたことに入学できたハーバード大学でジャック・ W ・ショスタクの指導の下、生科学の博士号を取得した。その後はマサチューセッツ総合病院やハーバード大学医学部での研究員を経て1991年から1994年までコロラド大学ボールダー校でトーマス・チェック研究室のポスドクとなった。キャリア初期の研究は RNA 酵素。 または、リボザイムの構造と生物学的機能を明らかにすることにあり、チェック研究室では初めてリボザイムを結晶化して三次元構造を決定したことで、リボザイムの構造を触媒タンパク質である酵素の構造と比較することに成功した。1994年にアシスタントプロフェッサーとして、イエール大学に移籍後も同研究を続け、1996年に終えた。 次に、リボザイムの活性部位の X 線解説に基づく構造研究を行った。2002年よりカリフォルニア大学バークレー校の教授に就任。この頃、同校のジリアンバンフィールド博士により最近におけるクリスパーを紹介され、その構想メカニズムを研究し始めた。また、ここでは中年の危機に陥るが思い切って民間企業に飛び込んだことで自分には、 学術界が合っていると気づくことができたという。2011年に、プエルトリコで偶然であったエマニュエル・シャルパンティエと共同研究を行い、翌年には、ゲノム編集技術クリスパー・キャス級を示す論文を発表した。クリスパー・キャス級を活用する、企業カリブルや、スクリーブ・セラピューティックス、マンモス・バイオ・サイエンシズを創設している。2016年、王立協会外国人会員。 選出、ありがとうございます。